A 型肝炎とは A 型肝炎ウイルスが原因のウイルス性肝炎の一種である。多くは一過性の急性肝炎症状で終わり、治癒後は強い免疫を獲得する。症状消失後1ヶ月から2ヶ月間はウイルスの排出が続く。A 型肝炎ウイルスは全世界に分布する。感染力は比較的強く、 患者の発生数と居住環境の衛生状態には関連性がある。上下水道が整備されている。先進国での発生は少ないが、衛生環境の劣悪な地域では蔓延している。衛生環境が劣悪な地域の感染は、乳幼児期に感染することが多いが流行はない。衛生環境が改善する過程では、規模の大きな流行が見られ、1988年に、 中華人民共和国上海市で30万人規模の流行があった。衛生環境の整った先進国や都市部での感染は抗体保有率が低いことから集団発生が見られる。また患者の発生報告には季節性があり、日本では例年春先になると感染者数が増加するがその理由は明らかではない。第二次世界大戦後生まれの世代では A 型肝炎に対する抗体を持っておらず、これらの人々が A 型肝炎の流行地である南アジアやアフリカへ海外旅行することで感染するパターンが多い。汚染された輸入食材経由の感染が懸念されている。潜伏期間が約1ヶ月と長いことから未発症の感染者を感染源として食品を汚染し集団発生することがあるが、 原因食材の特定には至らない場合も多い。A 型肝炎ウイルス A 型肝炎ウイルスは、ピコルナウイルス化へパトウイルス属に属する RNA ウイルスである。発見当初、ピコルナウイルス化のエンテロウイルス属に分類されていたが、後にヘパトウイルス属として分類された。形状は直径。 約27ナノメートルの裸の性二重面体で、遺伝子型は7種類に分類されているが、結清型は1種類。海面活性剤、エーテル、PH3 程度の酸、温度、乾燥に対して抵抗性が強いが、高圧滅菌、UV 照射、ホルマディン処理、塩素剤処理で失活する。糞便を介した、蛍光感染で、糞便に汚染された、器具。 種子等を経て感染する。また、ウイルスに汚染された水や野菜、魚介類などを生や加熱不十分なまま食べることによっても感染する。食物を介さずに、性行為による感染も報告されている。日本での主な感染源は、夏季2枚以外と考えられているが、輸入野菜が感染源になった例も報告されている。男性間の性行為による感染者の増加が、 報告されている。また、2018年は36週までに、例年の感染者数を大きく超える724人の感染が、国立感染症研究所によって報告された。口から侵入した A 型肝炎ウイルスは、消化管で吸収されて血流に乗り、肝臓へと到達する。感染後最初のウイルス増殖がどこで起こるのかは、未解明であるが、 肝臓でウイルスは増殖し胆汁中や血液中に放出されるが肝細胞が破壊されることはない。ウイルスを含んだ胆汁は十二指腸へ排出されるが一部は腸管で再吸収され残りは便中に排泄される。潜伏期間は2週間から7週間でやがて増殖したウイルスに対する免疫が働き始め破交体が作られるようになると免疫機構により 肝細胞が攻撃され、A 型肝炎の症状が出現する。肝炎の発症以前でも、感染者の糞便中には、A 型肝炎ウイルスが排出されており、他人に感染させる原因となりうる。A 型肝炎の経過は慢性化することは、ほとんどなく、急性肝炎の形をとり、ある時期を過ぎると治癒へ向かうことが多いが、稀に、 激症肝炎や腎不全へと移行し重症化することがある。一般に、小児では不健性感染化発症しても軽い症状で終わることが多い。一方、成人では明瞭な横断症状を呈することが多く、開白食便発熱、下痢、腹痛、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、CRP 上昇、プロトロン瓶ン時間短縮などの症状があり、 初期には、風邪と類似の症状が見られる場合がある。高齢者ほど症状が重くなりやすい。4週間から8週間で回復し、慢性症状に移行することはないとされている。肝機能の回復には、1ヶ月から2ヶ月が必要とされ、肝機能が完全に回復するまでは、禁酒が必要。横断が消えれば、肝機能検査の結果が完全に正常でなくとも、安全に。 職場復帰が可能。合併症として、急性腎不全、貧血、心筋障害。血清中のアイム型破抗体により、確定診断するが、感染初期には約5%が陰性と診断される。イグ型破抗体は治癒の指標となる。特異療法はなく、対象療法が行われる。したがって、海外渡航前に4、6週間以上ある場合には、選択肢は広がるが、 4週間を切っている場合には、予防接種なしでの渡航、世界製品接種後の渡航、または免疫グロブリン接種後の短期渡航から選ぶことになる。なお、世界製品は日本未承認であるため、薬鑑証明を取って、個人輸入しているトラベルクリニックでの予防接種となる。ありがとうございます。